第7回乗り物呼ばれてよかった、私永久退場っていう、俺はギリ解決したの。あ、違う、ギリ解決した、ギリ解決した、危ない危ない。ということで今日はね、経験者がいません、僕以外。カンピーとゴミ、まあなんで今日は僕の出番多いかなと。カンピーで終わらせます、嫌です、司会だけして帰るの嫌なの。ということで今日はソフトバンク編、我らの若隆君だ。ということで本日もモノマネのプロ芸人東郷智則さんがソフトバンクを練り練って斜めやってくれるみたいなので見ていきましょうか。見ていこう、見ていこう。あ、呼ぶの忘れてた。勝手に来た。俺が東郷智則だ。今日も斜めのソフトバンク選手をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いいのやっちゃって、やらなくてもいいんですよ。やらなくていいですか。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ということでやっていきましょう。レッツバカボタン。それでは一人目です、どうぞ。はい、こっから気持ち悪いから、これこっから真似てるんだ。よし、おお、なるほど。出ました、出ました、出ました。あー、うまい。振り終わり、そう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 、狭っ。有名だよね。じゃあタモさん、ギータ。これは影響あるよ、影響あるあるね。でもチーム合ってる、チーム合ってるんですよ。で、野手、素晴らしい。正解、おっしゃー、正解だ。じゃあ、久保さん。はい、今宮選手。うわー、ピーパー。2人目です。はい、左。あー、もうね、この癖は、もうこの癖は癖がもう完全体で、足の上げ方まで見せれる。1位、すごいね。細かいんだね、やっぱテレビで入り込む為替という会がありますよね。これはじゃあタモさん、日本選手。この企画やる前に僕一応ソフトバンクの選手を調べたんですよ。そしたらね、日本選手っていうのが出てきて、どういう人なんじゃないかな。日本選手、違います。あ、違う。あ、リーチでーす。山瀬さん、中村選手。おい、こんなん真似できるから、ノリしかし。ということで、よっしゃ、3人目、はい、どうぞ。うわ、バレに出る。うわ、すげえ、バレに打つところまで特徴ってあるんだ。別コースが違う、毎回で、一回本当にここら辺のやつヒットした。じゃあ、タコさん退場します。退場します。いよいよ本当にみんな、いる意味ないと思う。ニホとギータがギリギリなんだ。ゲーさん、あー、迷ってんだね、仮で。長谷川選手、やったね、やったね、やったね。リーチ、リーチだぞ。上林、うわー、サンキュー。すげえ嬉しい。じゃあ4人目どうぞ。あ、長袖になった。お、なんとなく、なんか見たことあるな。なるほど。すげえ。これすげえ。すげえすげえ。めっちゃいいわ。あ、これすげえ。なんならもう顔。顔がもうね。顔で分かっちゃう。顔まで。すごい。これは、キュウさん。はい、内川選手。おい、ビバさん。内川選手、知ってたわ。うるせえな。内川選手、素晴らしい。しゃー。はい、じゃあ5人目です。よし、ここからピッチャーです。もう待って待って、俺もうこれでわかる。これでいけるよ、俺。行かないでください。うわー、似てる。タピッタ、この詩でよかった。じゃあ、ヒさん、千賀投手。おい、ヘビバーン。ソフトバンクの7部って言ったらもう千賀だから。はい、6人目です。はい、左って言ったらもう大体あれ、サウスポーって言ったらあれじゃないの。完全に舐めてる。完全怒られるよ。完全怒られるやつだ、これ。こんな人いるの。名前が人で、え、マジで引退の危機に詰まって。どうぞ。大隣投手。あー、退場だ。和田投手、ピンポン。最後です。はい、激ムズですか。いや、激簡単です。激簡単。絶対すぎる。絶対すぎる。ピンポン。はい、はい、終了。やるぞ。やれやれやれ、やりなさい。本当に最近した杉内投手ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。杉内さんに敬意を表して賞状を贈りたいと思います。
俺がもらってんはい、ということで第7回の乗り物終わりました。はい、ソフトバンクはやっぱすげえやつばっかだ、うん、みんなも大好きでしょ。日本で一番強いから。阪神じゃなくて。実質もう力は一番強い。松田知ってる。かっこいい人だよね。ギータもそうです。そうそう、ギータ、ギータわかるから。あとこれもうギータって名前だと思ってる。そんなのわかるよ。名前は、名前は柳田小学生じゃなくて。柳田小学生。柳田勇気、柳田勇気。おお、ほら、すげえ。これを次のね、三角形今ゲット。おお、ほら、恭平さんにここでね、次の三角形をかけたクイズを出させていただきます。つい最近引退なさった杉内投手が、イラついてベンチに戻ってあることをしました。果たして何をしたでしょうか。あー、なるほどね。まあ、杉井翔ちゃんもね、はい、コーチに唾をかける。次の権利なし。はい、さよなら。多分なんだと思うんだ。お菓子を食べた。永遠に出ない永久で初出た。いやー、来ないと思ったよね。これはですね、勝ちに対する気持ちが強すぎて自分の不甲斐ないピッチングに切れてベンチぶん殴ったんですよ。力加減間違いすぎて腕ボキボキになって。もうね、俺らが一番見てた時代の人がどんどん引退しちゃうのよ。まあ、ただね、いろんな感動と勇気をありがとうございました。ありがとうございました。これから僕たちが感動と勇気を与えていきます。やっぱ野球って感動だから。いや、素晴らしいね。野球って素晴らしいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。あとね、前回忘れてしまったんですけど、次やるチームの告知します。次はですね、うん、まあ、我々埼玉なんでみんな大好き読売巨人軍でいきましょう。おー、大勢来ましたね。なぜか埼玉なのに西武ファンあんまいないですから。ずっとちっちゃい頃から生きてきて周りの西武ファン聞いたことない。確かに。ということで、はい、次は乗り物で乗り物で行くと勝ち勝ち勝ち。時期の壁など壊せよ。もしならばこの手で掴むんだ。どんな時もこの気持ち